漫画新連載研究会分室、この番組は東京ネームタンク新連載研究会の活動の一環で毎週1本新連載を選び、考察して学んでいく研究配信です。です、ね、あれ今回はマガジンから。はい、何ですか？自己紹介。あ、後藤です。鏡です。はい、毎回あれですね、新連載ってあるものですね。ね。どこかかしらにはあるなと思って、すごい。4代史必ずどっかであるぐらいの勢いじゃないですかね。うん、そうですね。ね、まあ、新陳代謝が早く、チャンスも多いと。そんな感じです。よく言えば言える。はい。はい、今回はですね、週刊少年マガジンから、ランウェイで笑って、井上琴葉先生です。琴葉先生ですね。琴葉。はい。いやー、すごかったな、これ。内容的にはダブル主人公ですかね、これは。パリコレのスーパーモデルになりたいけど身長が伸びなかった女の子と、クラスメイトのデザイナーになりたいけどちょっとお金が家庭事情的にきつくて夢を諦めかけてる男の子が2人で作る、着る、でサクセスしていく話なんじゃないですかね。はい、そうだと思います。これあれですよね、ファッション版日の丸相撲ですよね。なるほど、なるほど。身長が足りない。そうですね、まあ、あとはもちろんバディモノの要素はもう少しありますけどね。なるほど、なるほど、すごくなかったですか、これ。そうですね、僕は割と衝撃を持って受け止めましたよ。なんか衝撃、いや、もう全てがうまいなと思って、まあ、心情の作り方とか、その心情を出していく上でのテクニック、はい、細かいところいっぱい入っているなと思って、例えば階層とかの使い方とかですね、これは本当勉強になるなと思いましたね。階層というとどの階層ですか？そうですね、例えばふと入るお父さんとのやり取りとか、ですね、こういうのってあってもなくてもって思ったりすると思うんですけど、それが効果的に使われているので、例えばどこかな、主人公の名前が関係してるみたいな。そうですね、そんなやつとか、そこら辺とか、たまにふと過去のが入りませんか。こういうのってうまく入るとすごく魅力的になると思ってて、クライマックス近辺とか特にね、フラッシュバックで過去を入れる出し方とか、うまいなと思いましたね。これはじゃああれですか、そもそもヒロインが、この自分とこの事務所にかなり思い入れがあるっていうのが前提。そうですね、強い思いの描き方っていうのもすごいうまいなと思いましたね。その主人公がパリコレに出たいっていう思いっていうのって、これは僕いろいろやっぱりこれ系の作品作ろうとしたことっていうのをいろんな人で見てきてるんですけど、例えばじゃあパリコレに出たいんだっていう気持ちに共感させるのって実は結構大変だと思うんですね。そうですね、パリコレがすごいことであるっていうだけでは読者に、まあそんなに出なくても別にいいんじゃないぐらいに思われちゃうと思うんですね、特にあと自分の欲求っていうもの、誰かのためでなく自分だけの欲求だと別にそんな応援したくないんですよ、人のその欲求を満たすためのやつはね。だけどこれにお父さんの思いも乗っけていることによってそこら辺もうまく回避してるし、なんか散らばめられたテクニックが本当にうまく紡がれてるなと思って、勉強になりますよこれ。今までで見といていいなって思ったのは今回結構大きい、これは。俺でも結構まだパリコレじゃなくてもいいんじゃないっていう感があるんですけど。なるほど、多分ね、それはね、モデルっていう仕事がちゃんと俺が分かってないからだと思うんですよね。 なんかいろんな仕事ありそうじゃないですか、モデルって、多分身長足りなくてもできるモデルの仕事ってあるわけじゃないですか。この174センチでしたっけ、パリコレに出る身長なわけですよね。なんかパリコレに出なくてもいいんならトップモデルじゃなくてもいいんだったら他にいろんなモデルの仕事あるじゃんって、実際それで受かってるわけですよね。まあでも言ってますもんね、私の夢はパリコレに出ることじゃない、パパの事務所でパリで活躍するっていう。そうですね、ことなんですよね、思いが叶わないという切なさも十分に表現できてるなと思うし、そこら辺もやっぱりリアルに積み重ねていかないと結構表現しきれないんじゃないかな。
割と自分の進路が叶わないっていうのって本当に切実でリアルな思いなので、これも漫画として書くには結構いろいろ積み重ねないと伝わっていかないものだろうなとは思いました。そうですね、俺もいまいち伝わってなかったもん、うんうん、なるほど今言われてね、うん、気づきましたねこのパパのところでっていうのがポイントなんですね、うん、そうです、うん、だから、うん、本当ね、細かく細かく積み重ねて作っているんだなと思ってますよ。テクニカル、非常に難しい題材だと思う、これ普通に漫画としてやるには。なんかこの作者さんの、作者の先生の技量があってこそ成り立ってるなっていう感じがしました。あと個人的にやっぱり面白いなと思ったのも、単なるラブコメではなくて、最後の方で、男の子と女の子がこれなんか普通にラブッとする感じじゃねえぞっていうのも良くて、うん、まあいいか悪いか分かんないけど、僕的には新鮮ではあった。なんかこれラブコメなんですか？ラブコメにしがちじゃないですか。要はなんか男の子と女の子だから、普通こんな主人公級で両方出てきたらこの2人くっつくんだろうなみたいな、くっつくかもという予感をさせたりすることはよくあると思うんですけど、でもこれってもう明らかにその最後の方の展開でなんかこの2人うまくいかなそうみたいないかなそうとまでは思わなかったけど、そうなんですか、うん、だって要は彼がこれから憧れだったお父さんの期待を彼には受けるけど、うん、私はそうじゃない。そしたらこれは彼に対する嫉妬心とかが絶対この後出てくる流れでしょう。だからそうするとまあまあそこを乗り越えないことにはみたいな感じ。私が小さな頃向けられていた目、この眼差し、あ、だからちょっと悲しい顔してるんですか？ちょっと待って、そうでしょ、そうだよ、うん、なるほどなるほど、なんだと思ってたんですか川上先生また始まったぞ、人の心が。いやこれは単に俺の読解力が低かっただけ、うん、決して共感能力の問題ではなくてなるほどね、うんうん、だから、うん、そういう意味で、どうなるんだろうなこの2人はっていう作り方、まあ、若干だちょっと今の時代から考えると珍しいな作りだなと思います。そうですね、うん、今だったらもうやっぱり男の子ともうラブとする感じになるのが多いからね。なんかもう勝手に脳内に補正かけてて、うんうん、少年王道少年ロマンで書いてあったんで、うんうん、少年漫画的な上げ展開かなと思ってて、うんうんうん、勝手にそういう感じで脳内補完してたんですけど、うんうん、確かにこの表情はそうですね、あのそうですよね、単純に喜んでないですね。そうそう、うん、もう全然なんか喜んでんだけど、眉の形が悲しそう、うん、主人、あの男の子とヒロインと、うん、あの親父の間で、うん、結構三者で微妙な行き違いというか、うんうん、誰が悪いわけでもないんだけどみたいな微妙な関係性ができてますね。すごいですよ、なるほど。いやしかもマガジンらしくていいかなと思いましたね。マガジンって僕もちょっとだけお世話になってたことあるんですけど、やっぱりすごく骨太なストーリーを作品、ストーリー持ってきてみたいな感じなんですよ、キャラクターよりもね。あ、そうなんですか。結構ストーリーのことで、うん、重厚ストーリーを求められるなと思ってて、へえ、うん、だから始まる連載この前のやつは全然違ったけどドラクエのやつは違ったけど、だいたいそういうの多いじゃないですか。で、ストーリーって言われるとどうしても重い感情が出てきがちで、まあそれでうまくいかなくなっちゃうものも結構多いような気がしている中で、うん、すごく新鮮かつ何とも言えない感情が入ってていいなと思います。そうですね、もうんまあ、ね、王道少年って言ってるんで、うん、2人してよっしゃやったるでみたいなノリでもいいわけですよね。そ う, そ, う、うん、そうですそうです。そこであえてこう影を見せてくるっていうのは確かに骨太を感じさせますね、うん、そうですね、単純で薄っぺらい物語ではないよと。うん、僕的には見事だなと思った。はい、面白いですね。ここでこの加賀美先生と僕のいつも作品に対するテンションが結構違うっていうねいや、いろいろあるんだなっていう、まあ、今回はね単純に俺の読解力が低かったいやいや、まず
ずでもやっぱりこれ学ぶ、僕が学ぶ、これお手本として学べるのはやっぱり主人公の動機を作っていく上で、うん、もう重ねて重ねて、叶わない思い、憧れ、そして過去性、そして他の人の思い、ここら辺が全て合わさるというのが非常に重要なことなので、そこを見てもらえるといいなという感じ。主人公のしたいことっていうのはもう自分だけがしたいんだって言っても基本的にはどうぞって思われるからね。そこに人のためにとか人の思いが重なると、そのだよね、頑張んなきゃいけないよねっていう気持ちが出ていくので、うん、そこら辺かと思います。人の思いってのはちなみにどの辺ですか？例えばやっぱりお父さんがこういうふうに名前を名付けたんだみたいなことですよね。つまりお父さんが彼女への思いがあるわけですよね。ああ、なのでそれを背負ってトップモデルになるぞと。そうですそうです。つまりお父さんの夢も叶えたいみたいなところが入ってくると思うんですよ。しかしそのお父さんの期待は今私にはない。ねえ、そこは気づくと面白いですね。うん、でまあ、まとめとしてはその、はい、まあ、これまでも何度も話してきた通り、うん、やっぱ主人公の感情が終えるっていうのが大事なわけで、そこのあの手この手、うん、自分の思いだけじゃなく他からの思いも受けて共感できるように作っていく。でその上で最後に、うん、ああいうこともやると骨太、うん、になっていく。骨太になっていく、うん、ああいうことね。そうです、うん、まあ、編集によっては止められそうですけどね。いいじゃん、ここも上げ上げていこうぜみたいななんでここでストップかけるんだよってなりそうな気もしますけどね。100歩2人で頑張るのよ。うん、そうだね。多分それだとやっぱり、うん、単調になるんだろうな、まあ、やっていくことが。そうですね。で多分これって積み重なっていく壁、例えば、うん、なんか障害があってそれを2人で打破していくんだっていう方向だけだとちょっと飽きられそうだなって気もしますね。あとまあ最初2人が、うん、最終的に2人が仲良くなるんだったら、うん、今このくらいの関係性の方がいいかもしれないですね。この2人はきっとね、うん、何か乗り越えてくれるだろうし、うん、非常に期待している、はい、はい、そんな感じです、ね、そんな感じです、はい、ですね、あとまあいつもの通りのお伝え、うん、ご連絡としてはこの辺に、はい、うん、この辺に、ね、登録ボタンがある、登録ボタンがありますんで、チャンネル登録をポロッとやってくれると非常に嬉しい、嬉しい、うん。あとですね、最近僕たちも気づいたんですけど、うん、漫画新連載研究会って、うん、現在連載中の作家さんとか、うん、再経験のある作家さんとか、うん、結構いる。相当いる。相当いる。で、皆さん新連載を始める場を求めている。うん、はい。というわけで、もしこれをご覧の、うん、編集者の方がいらっしゃいましたら、はい、うん、あ、うちで新しく、新人賞始まったんだけど、うんうん、とかありましたら、ぜひ、この下の説明ボタンに連絡先があります、うん、作ります、はい、作ります、はい、連絡先ありますんで、こちらに、うん、こんな新人賞始まったんでどうですかと、うん、いただけると僕たちが、はい、内部で全力で取り込むんで内部でお知らせしますんで、ね、はい、はい、というわけでお願いします。はい、ぜひぜひそのあたりもご連絡ください、うん、はい、お願いします。ではまた来週。じゃあまた来週、